オタハの秘密基地さあ、レビューを始めようか。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するおもちゃは、これだ仮面ライダービルド、ボトルチェンジライダーシリーズ12、仮面ライダービルド、ラビットタンクハザードフォームと、ラビットラビットアーマータンクタンクアーマーセットだ 同じ日に発売された DVD とサメバイクのフルボトルセット。こちらのレビューも合わせてみてね。それじゃ早速、レビューいこう。まずはパッケージ。いつものボトルチェンジライダーシリーズの大きさよりも大きくなっています。と、この中にハザードフォームの温帯それから、ラビットラビット。タンクタンクのアーマーが入っていて、もうまさしく劇中と同じように着込むようなタイプだね。パッケージの背面。ここに遊び方が書いてあります。 まずは、腰のボタンを押して、手前にボディを引くと、ハーフボディ、<laughs> ハーフボディに分かれる。あ、これいいね。通常のボトルチェンジライダーシリーズと同じギミックを持っています。そして、それぞれのアーマーをセット。マスクをかぶせる。指で押して、マスクをセット。ベルト、腕、足、アーマーをセット。劇中と同じような変身シーンを再現できます。これはあれなのかな ガングオリジナルとして他のボトルチェンジライダーシリーズとかにこうセットできるのかなあ、ここに書いてある。このアーマーは今回のハザードフォームフィギュアにのみ取り付け可能。はあ。もうこれにしか付けられないんだね。他のやつにも取り付けられるかと思った。まあちょっと残念だね。穴とかが開いてないのかなさあ、それでは早速パッケージの中を開けます。開けろ開けろ 中を取り出しました。ブリスターの中にはこのように入っています。で、さらに、じゃん。これフルボトルバスターの2モード両方入っています。あとはこのパーツがね、ベルトだね。これよーく見るとね、ベルトのこの辺にフルフルラビットタンクボトルが入ってるんだよね。早速順番に見ていこう。まずはハザードフォーム本体から。これが仮面ライダービルドラビットタンクハザードフォーム。早速近くでじっくり見ていこう。 劇中同様にトレードカラーのブラックが全体にわたって、これは成型色ですね。ベルトのところにはハザードトリガーがセットされています。上半身及び頭部のアップ。この肩周りのところ、ここがちょっと張り出ていて、あとは襟がありますね。頭部のデザインはこのようになっています。両面はメタリックカラーで、額のところにもゴールドの塗装が施されています。後ろ。このちょっと張り出たこの部分がなんかこう、かっ かいというか、可愛いというか、僕は好きですね。下半身。後ろ。で、ここにハーフボディの、えー、分かれるスイッチがあります。これを押すと、ボディが分かれます。このギミックがあるのがいいよね。各部を動かして、アクションパンチ今回の、これも、頭部は稼働しません。次は同じボトルチェンジライダーシリーズのフィギュアと比較。ラビットタンク こうしてよく見ると変わってるところが結構ありますね。頭部とか肩。それから胸部。ここも違って、あとはベルトの部分。こっちはハザードトリガーがセットされてて、下半身。ここも違うんですよね。この足のところ。それから後ろ。ここに襟があります。せっかくハーフボディのギミックがあるからね。ちょっとラビットタンクでやってみよう。これでやるとどうなるかなえーと、こうがこうだから、こうだね。 おで、もう一つが、このようになります。こんな感じでね、他のボトルチェンジライダーシリーズと一緒に遊べます。それから、じゃーん他のやつもいくつか一緒に並べてみました。やっぱり今回のやつすごい存在感がありますね。これとこう一緒に並べると、グリストの代表戦を思い出します。さあ、それでは、今日のメイン、アーマー、 まずはラビットラビットから見ていこう。ベルトの差し替えパーツ。フルフルラビットタンクボトルがセットされています。これが差し替え用のやつで、腕。それから足。で、ボディ。これ、マスクは一体型になっています。成型色の赤以外は塗装が施されています。これ質感がいい。で、全部プラスチックでできていて、この後ろの軟質パーツ。あとはこの差し替えのベルト。 これ以外はプラスチックなんです。ここがいい。こう、カチッとしてます。劇中ではこれを装着する前に、なんていうのかな、この、<laughs> アーマーたちが集まってさながら、うさぎのような、あ造形というのかな、そういう感じだったんだけど、まあ、特にそういった、なんていうのかな、このアーマーだけで何かになるっていうギミックは特にないです。さあ、それでは早速ね、装着させていこう。やり方はとっても簡単です。まずは、ベルト。これを、こっちの方に差し替える。 これ色がないのがちょっと残念だね。で、劇中通り行くと腕。これ気をつけてほしいんだけど、よーく見るとね、これ見えるかなーこのアーマーの中にアルファベットが書いてあって L と R があります。今僕が持ってるやつは L。L なので左腕。こっちだね。で、ここに穴が開いています。そう、今までのボトルチェンジライダーシリーズにはない穴が追加されてるって感じ。ここ。しっかり押し込みます。 反対側で、こっちは R。これ見えるかなここ。R。R は右。次は足。足は片側に4箇所ずつのスリットがあります。ここと、あとここと、ここ。で、これも内側に L と R の刻印があります。このスリットのところにはめて、押し込む。このぴったりフィットする感覚がいいね。こういう感じになる。 最後は、ボディ。まずは、頭部アーマーを、後ろに持っていく。あのー、今までのギミックがあるボトルチェンジライダーシリーズってせいぜいこれだけだったからね。もう今回かなりプレイバリューがあるね。あとはここ。このロックを外すと、このヒンジがあります。このヒンジね、めっちゃ弱くて、すぐ外れます。どのくらい保持力がないかというと、もうこれで外れちゃう。小さいピンで。 噛み合っています。ま、あこれ、なんていうのかな。壊すくらいだったら外れちゃった方がいいっていう判断なんだけどね。こういうふうにして、本体の背面の穴。ここを使います。ここにセットします。一度被せて、ここに押し込んで、ロック。そしたら、最後に、マスクパーツ。こっちに持っ でてくれば。完成ラビット、ラビットフォームだおーこれいいじゃん早速近くで見てみよう。やっぱ僕は、あの、さっきも言ったけど、こういうアーマーを取り付けるようなクロスアップフィギュアがすごい好きです。うん、かっこいい。後ろ。アーマーを取り付けた後は、どこも。 かっちりロックされてるので、ポロポロ取れるようなことはありません。上半身及び胸部のアップ。全体的に細やかな塗装が施されています。で、可動範囲は、頭部は動かない。で、この肩アーマー、僕ちょっと感動したんだけど、腕を上げると、これ見えるかな連動して動いています。これどういう風になってるかっていうと、こう腕を上げると、こうパーツが押し当てられて、こう一緒に上がるんだよね。この肩アーマーは軸で、 くっついています。これはポロポロ取れるようなことはありません。これ感動したなぁ。腕は最大で、まあここまでだね。アーマーが他についている腕や足は、まぁ、あ、稼範囲の妨げにはなりません。それから背面の、このパーツ、この軟質パーツはこのように、角度をつけることができます。腕と足を大きく開いて、アクションこんな風に、他のボトルチェンジライダーシリーズと一緒に並べて、遊ぶことができます。 他のやつと一緒に並べるとこんな感じ。これ、クローズのフィギュアが欲しくなるね。フルボトルバスターを手に持たせるとこんな感じ。これ自体は軟質パーツでできていて、結構な重量感があります。造形はこんな感じ。これよーく見ると、フルボトルが4本セットされてますね。これは2種類付属しています。ラビットラビットフォームはこんな感じ。タンクタンクフォーム行く前に、一回アーマーを取り外すところもお見せします。マスク。 それから、えー、ここなんだけど、ここちょっと注意が必要で、この背面のロックを外す。で、この時ね、うまくやらないと、ここが外れちゃいます。も、ま、う、あ、今は問題なかったかな。胸部、パーツ、腕、そして足。うん。がっちりくっついています。か。ベルトのパーツは、このままいこうというわけで、タンクタンクフォーム。 タンクタンクはこう劇中の時にこういう戦車みたいのがこう5つこうやってきているみたいな感じが印象的でしたね。これも特に何かこう姿が変わるとかそういうギミックはないです。パーツを取り付けていきます。この足のパーツ。これは R の刻印がありますね。これが右。L。次は腕。これはね、 えー、よーく見たんだけど、左右の刻印はないですね。このまま。こういう向きですね。えっ、ー、と。こうじゃなくて、こう。これがね、説明書がないんで、<laughs> まあ、あの、なんていうのかな。劇中の活躍とか、まあ、画像を見ながら、こういう感じかなっていうことで取り付けています。こうなると思う。判定側も同様。この穴。 この上半身のアーマーはさっきと同じ。後ろに持っていって、ここを開くと。ここに被せて、背面のロック。これをしながら、これ見えるかなここ。左右のここを閉じる。か。で、最後にマスク。これを後ろから持ってくれば、 完成タンクタンクフォームだあー、これもかっこいいですねちょっと全体見ていこう横後ろさっきのやつ同様この背面のパーツは軟質パーツ実際に手にとってみるとこんな感じうーんいやこれもいいよ頭部および上半身のアップ この肩のところに塗装が施されてるのがいいね。ブラックとホワイト。頭部のデザインもかっこいい。これな本体が1個しかないんで、こう2つを同時に並べられないんだけど、頭部の造形も違います。で、肩のアーマーなんだけど、さっきのやつと同様。腕を動かすときに、このように上げることができます。これで干渉しないね。各部を動かして、アクションフルボトルバッサーを手に持たせると、こんな感じ。 これのポイントは、フルボトルバスターの取っ手のところに持たせています。これができるのがポイント高い。タンクタンクフォームも初登場時とってもかっこよかったですね。強かった。劇中ではね、この下半身が、いわゆるガンダムでいうところのガンタンクみたいになるんだよね。さすがにそれは再現できないね。うーんっていうかやっぱこれ一緒に並べられないのが、まあ、こういう仕様だけどね。あの、残念だな。これ2個欲しいぐらい。 最後に他のライダーと一緒に並べました。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回の仮面ライダービルド、ボトルチェンジライダーシリーズ12、ラビットタンクハザードフォームとラビットラビット、タンクタンクアーマーのレビューいかがだったでしょうかうん、もう率直なところね、今までのボトルチェンジライダーシリーズのおもちゃのプレイバリューと比べてもう段違いです。僕はもう断然、あの、こっちの方が高くなるけど、遊んでて楽しいのは間違いなくこれ。 劇中のあのパワーアップをまさしくこのクロスアップで再現できるっていうのはすごくいいですね。こっちも飾りたいから2個買おうかなって思うぐらいとっても気に入りました。気になったところは、うん、特にないかな。うん、これ非常によくできています。今後ビルドの、まあこれ最終フォームじゃないよね。一番最後のフォームってどんな感じなんだろうね。なんかこう歴代のライダー見ていくとこう強化して強化して、こう持ってって持ってって最後にこう、 すっきりしたのが出てきて最強フォームみたいな感じだからあの例えるならドラゴンボールでいうフリーザみたいな強化の <laughs> 仕方をするんだけどこれ、うん、今までで本当に一番ボリュームがあって僕はとても楽しめました気になった方ぜひゲットしてみてください今回の動画面白かったな楽しかったオタファの仮面ライダービルドのレビューもっと見たいなという方チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いしますいつも本当に励みになりますあとはどんなコツでも結構です オーたぱー。これいいね。とか。あ、タンクタンクもよかったね。とか。他にもどんなコツでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。他のおもちゃも合わせてみてね。またねー。